ミスタイムさん、こんにちは。こうやって動画でね、やり取りをしてもうね、1年以上になるんですね。10キロも痩せちゃって、本当10キロっていうとすごいですね。私の息子が今10キロぐらいなんですよ。だから1歳の子供がミスター M さんの肩から降りたみたいな感じですよね。なんか水子の霊が降りたではないですけども、本当そのぐらいのボリュームで、なんか体が絞れたんだなと思ったら、体型も全然違いますもんね。ということでね、今回はミスター M さんにちょっとね、提案があるんですよ。これはね、ズーム対談の提案なんですけども、私がいつものようにズームの部屋を作りますんで、そこにですね、筋トレ、ガチンコ筋トレ対談みたいな感じで、ミスター M さんと、これね、速稼塾の中で筋トレしてる方ってのは、あの西アクラスさんの山根さんっているじゃないですか。山根さんも当初ね、筋トレの動画上げてたんですよ。最近は上がってないですけども。だからこのね、2つをちょっとね、対談やってみたらどうかなと思うんですけども、いかがですかね。あの山根さんにはこれから申し込むことになるんですけども、1月24日に、松潤さんというね、ミュージシャンの、東京のミュージシャンの方が山根さんと対談するのは、これはね、約束ができてるんですよ。で、その前後、来年になりますけども、1月になると思いますけども、早くてもね、遅ければ2月ぐらいになると思いますけども、どうですかね、ガチンコマッチクラブのミスター M さんと西アクラソンの山根さん、この YMMY 対談みたいな感じでね、筋トレ対談ができると面白いかなと思うんですよ。やっぱりね、この年代も同じぐらいです。山根さんはだから50歳ぐらいかな。だからちょっとまあ10歳差はないけども、5、6歳の差はあるのかと存じますけども、まあ同じ世代でね、私も込みで、私はあんまり喋らないようにその時はしますんで、お二人で対談ができるといいかなと思います。で、ズーム対談なんで、ちょっとね、会話のタイムラグがありますから、まあゆっくりと喋るようにはなるかなと思いますけども、その辺もね、ちょっと一つのチャレンジとしてやってみたらどうかなと思うんですよ。で、それを皮切りにちょっとね、提案したいこともあるんですよね。なんかね、この提案はちょっと無謀かなとかね、やりにくいかなってところもあるんですけども、まあなんかね、そのなんだろうね、なんか面白いものができればなと思うんですけどね。まあとにかくその対談だけはやってみたいなと思うんで、もしご都合よろしければね、ご検討くださいと幸いでございます。それでは今回は一旦以上です。